ケープセントジョージはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の25番艦。艦名は太平洋戦争においてアーレイワーク大佐率いる駆逐艦,艦隊が1943年11月25日に日本海軍駆逐艦隊を打ち破ったセントジョージ岬沖海戦にちなむ。1990年11月19日に ミシシッピ州パスカグーラのリット・インガルス造船所で寄港し1992年1月10日浸水1993年6月12日に収益した母校はバージニア州ノーホーク2005年5月にケープセントジョージは紙の海図表に代わってデジタル海図を公開管理システムに使用する最初の軍艦となった 1> 約1万2000枚の海図表が29枚のコンピューターディスクと取り替えられた。VMS は1990年から開発されたスマートシップとゴーブリッジシステムの一部である。2006年3月18日にケープセントジョージはゴンザレスと共に海賊と交戦した。2隻のアメリカ軍艦は海賊との銃撃戦を約25回里にわたってソマリア沖で行った。 海賊1名が死亡し、5名が負傷したと報告された。ありがとうございます。